はい、どうもー、ボケ画面です。どうもー。なんかめっちゃ暗い感じで、なんか話す気ないんで、いつも通りで話すんですけど、はい。よろしくお願いします、皆さん。とりあえずね、メンバー呼んでいこうかなと。はい。ノリをつなげるのね。大丈夫？やばい、まあ、お解前除しはてるそかれら。は、やば、あ、やば、あ、ねえねえねえあ、いや、ねあ、あ、あ、え。ねえ、ちょ今い言っちゃいけないこと言ってなかった。大何丈それ、夫？やばい、やばい、やばい。ねじゃ、なんかね、いや、全然配信回ってないのに、なんかネタし始めるの、ゆうぺいがさっきから、なんか。何？お金ちゃん、いや、違う、アプカリニちゃんだって危なかった、今。20時12分に来たもん。やめて。いや、何でしょ待って、最初枠取ってたら俺やうぞ。んこ、うんこしてたって言ってきた。最初枠取ってたら俺やぞ。うんなあ、こしてさくらモンスターやめて。まあいや、もうモンスターやんねえだろ、なんか俺たち確かに、確かにラブシーンがあるけど、もしモンスターやめて。さくら、もうこっちどうでもいいって思ってるやろ、お前。こっちどうでもいいとか言うな、お前。どうでもいいんだろ、どうでもいいんだろ、お前。思ってないでしょ。最低だ、最低だね。どうでもいいって。アカウントで今喋ってんの本当にさくら、タヌじゃない？俺大丈夫？ダメダメ、こういうとこ気に入らないんだから。最高的だろ、お前。言われ大丈夫ですか？はい、まあということで、公式配信スタートなんですけど、まあ今回はそのチョコラミの公式アカウントでも発信したね、無期限活動休止についてのまあその理由とか。え、休止すんの？します。はい、待って、オッケー。うん、軽いな。それね、軽すぎるわ。なんか今から言うことを全部軽く聞こえるわ、それで。これガチですよ。みんな暗くならないように、そう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 、笑顔でいてほしいから、てかね、笑顔で引っ張りしたいので。そうそうそう、まあ全体的になんかこう解散ではないっていうのと、あと、まあ無期限活動、12月31日で活動休止なんで、今年はチョコラビね、の活動あるし、ライブあるし、はい、それこそね、まあ、ラストライブが東京体育館になるんですけど、それまでは決まってるライブとか、今、いろいろチケット出てるやつとか全部やるんで、はい、まあ、そこはちょっとなんか、ツイート見る限り解散って勘違いしてる人がいたんで、はい、訂正はさせていただきますね、そこはね。あと今日じゃないっていうのをやっぱ強く言いたいね。あ、まあそれはそうだね。今日だと思ってる人も来てるだろうからね。そう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 。多分ね。まあそれも含めて、はい。先に言わせていただきました。はい。で、まあ今回はメンバーとみんなで、まあこういう話し合いが何度もあって、まあその上で、まあどういう話し合いしたのかとか、まあなんで無期限活動休止になったのかとかを、まあみんなで決めた文面があるんですよ、ちゃんと。うん。はい。で、まあこれちょっと代表として僕がね、はい、決めた文面をちょっと読んでいこうかなっていう、今から。はい、はい、お願いします。で、まあそれをちょっと聞いてもらえたらなと思います。はい、うん、大丈夫ですかこれ。うん、で一応音源後ろ今サマータイム流れてるけど、サマータイム流しながら言うとか、サマータイム流れてる。うん、今あいつサマータイム流れてるけど、そんなね暗く話すあれはじゃないんで。うん、まあクソです流しとくか。君は僕のご主人様とか。ああ、合わない、合わない。ジャッジメントゲームとかでいいんじゃない？ジャッジメントゲームやばい。パッパッパ。ならしいてとか始まるから無理やって。うん。まあまあ、クソです、流しとくわ。オルゴールバージョン。うん。オルゴールバージョンとか、よくね、逆に親密するわ、普通に。まあ、ちょっと一個だけ言うんであれば、多分めっちゃしんどくて泣いてた子もいるかもしれないってか、いるじゃん、きっとファンで。で、俺らが今ちょっとこう、元気にやってるけど、なんかこれも、ちゃんとなんか、ただ、全員なんとも思ってなくて、ヘラヘラもう楽しく、なんとも思ってねえよってわけじゃなくて、なんかちゃんとみんなで話し合った上で、なんかお葬式みたいに、もう、シュンとしていくのか、なんかちゃんと今まで通り俺らみたいな感じでいくかを話し合った上でやってるから、なんかそこだけちょっと分かってほしいかも、って思ってる。だからなんだ、逆に、いや違う、なんかそれもなんか演技っぽくなる。違う、お前間違えてる。なんかこういう裏で、てかさ、ぶっちゃけ無期限活動休止って、復活する可能性が全然あるわけじゃないですか。で、解散って完全になくなるから悲しいの分かるんだけど、まあ俺からしたら無期限活動休止って、いや全然チャンスある。てか、なんなら、まあその休憩だと思ってほしいみたいな。まあそれこそ本当に復活するかどうかっていうのは、今、って今この日に復活しますなんて分からないけど、
まあ、うん、なんか別にその暗くなることじゃないのかなっていう。そうそう。なんか今コメント欄で、いや、そのテンションなんとも思ってないのかなって思っちゃうんだけど、みたいなのがあったから。うん。何、うん、やねん、お前、てめえ、ぶち、おい、誰やねん、NG 入れるわ、そいつ。おい。なあ、貸す。おい、この後でさ、公式終わったら個人配信撮るから、ちょっと、お前上がってこいっつうわ。なあ。お前、配信撮るやめてない。なあ、マジで。今日は悪くしてない。うん。その後配信撮りづらいわ、俺。な、マジで。で、それ30分で終わるから、30分後、カニちゃん、それやっといて、続き。いや、ちょっと、繋いで俺に。それぞれ一人ずつ、誰かと話さないといけない。そうなんや。バトルしなきゃいけないんだ。はい。ちょっと、大変やな。じゃあ、まあまあ、話していきますね。うん、はい、はい、決めたメンバーで決めた内容というかその文面だったりとかは、はい、お願いします。その理由とかも今話していきます。はい、うん、はい。まあ、チョコナビは2019年の12月に、まあ、6人で結成したと。はい、はい、でもう今年で5年目なんですよ、このグループ。やばいですね。早い、もう本当にだ5年続いたグループってそうそうないと思ってるし、なマジで私じゃ、じゃない、いや、俺たちだけではない。その俺ら一番最新部やろ。うん。そんなことないけど、まあでも本当に、うん、もう俺の中では すごい歌えてグループだなってのは思ってます、普通に。はい。そうだよ、小学校ぐらいだからね。うん、でも最初はもうみんなでなんかやりたいねとか、なんかマジで軽い気持ちから始まって、で、うん、まあその後から公式配信やったりとか、実写 YouTube やったりとか。うん、まあ少しずつ世間の人にね、こう知ってもらって、僕らの活動がで、たくさんの人に応援してもらえて、で初オリジナル曲今流してますけど、空想デイズ、はい、を出させていただいたりとか、たくさん出しましたね。はい、もう大きなステージに立たせていただきました、本当に。うん、ありがたいことにね。ありがとうございます。はい、ありがとう。でここからちょっと真剣なお話で、まあ数年間活動みんなでしていく中で、こうまあちょっとずつそれぞれやりたいことだったりとか、まあ、考え方にちょっとズレが出てきて、まあ、自分たち自身が、まあ、チョコラベをどうしていきたいのかとかがちょっと分かんなくなったっていうか、うん、なんかどうするのが正解なんだろうみたいな、まあ、感じの、まあ、ゾーンがあったんですよ、活動していく中で。いろいろ話したなっていうのは、はい、そうそうそう。でどうやったらリスナーさんに喜んでもらえるのかとか、まあ、どうやったらねチョコラベをまだ知らない人に知ってもらえるのかとか、まあ、どうやったらもっと、うん、まあ、人気になれるんだろうとか、結構途中迷走してた時とかも全然あったと思うんだけど、はい、うん、まあそういう活動、まあ、3次元ね、3次元出して2次元出してとか、そう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 、まあ、うん、結構ね試行錯誤してたよね。やりましたね、うん、あったね、ちょっとエロとかやったりね。いやちょっと BL 攻めたりね。、うん、まあまあそうそうだね。そう、まあ活動の中では結構まあそういうのもいろいろあってね、うん、でそれがだんだんと仕事みたいになっちゃって、なんか最初楽しかったのに、なんか少しずつ楽しくなくなっちゃって、なんかそのために話し合いずっとしてたんですよね、みんなと。でどうやったらもっと良くなるんだろうねとか、もっとなんか喜んでもらえるんだろうねみたいなの、はい。で、まあ一回実は2年前ぐらいに、まあこうやってダラダラ続けるよりかは綺麗に終わらせるべきじゃないかってことで、毎回なんか解散をの話が出たんですよ、一回。あれ、幕張りの時でしょ。そうそうそう。幕張がラストライブみたいな感じよね。そう。本当は幕張で終わらそうって話があったんだけど、うん、まあ、なんか、結構急だったじゃん、あの時の解散の話し合いって。そうだね。なんか、うんうん、もう言っちゃえばもう、え、そんなすぐみたいな感じのスピード感だったから、まあなんか結構それ、リスナーさんに対して、やってること自分勝手だなーっていうのもあって、うん。まあ、とりあえずまだやれてないことがたくさんあるから、まあ、ここを限界で決めつけるわけじゃなくて、でもっとやれることあるんじゃないかってことで、まあ、一回なくなったんですよ。で、うん、でそれが去年派生して生まれたのが、まあ、30万に達成できなかったらもう解散しようみたいな、まあ、最後あがこうよみたいな感じだよね。そうそうそう。もしどうせなくなるぐらいだったら、うん、最後に期間とか数字目標決めて頑張り抜かねみたいな感じやな。でこれがもう2023年の目標だったんですよ。で当時20万人だったんかな。で10万人増やそう、もう10万人ほんと大変で、もう毎日撮影しては毎日こういうの出してはね、歌見たどこも毎日みんなで頑張って録音とかして、で、うん、まあ、無事達成できたと、リスナーさんのおかげで、はい、はい、あの関係者たちのおかげでね、本当これはありがとうございます、皆さん本当にありがとうございます。はい、で、まあ、2024年じゃ次どうしようかって話し合いの時に、まあ、とりあえず去年30万人のためにいろいろ頑張ってさ、登録とか促してくれたリスナーさんもいれば、
こう拡散すごいしてくれたリスナーさんもいると思うんですよ、うんうん、でこのお礼っていう形で、まあ、直接、まあ、東京と大阪とか名古屋がライブ多かったんだけどチョコラビなんか、うんはい、まあ、その上で、まあ、全国ツアーしてなんか例えば東京とかそういうね行けない人たちのためにライブしてお礼するのはどうだろうってことで、うん、まあ、全国ツアーを決めたんですよ。まあ、それがまあ2024年、うん、今 NOW でやってるんですけど、で、ね、最終的な目標で東京体育館、これも2023年でも話は決まっててちゃんと、そう、でこれ埋めようっていう目標があったんですよね。はい。で、まあ、チョコラビとしてどんな風にしていきたいかとか、まあいろいろ話し合いしていく中で、ね、まあ本当にこの4年間、あ、その今年入れないで4年間ね。うん、まあ、ゆうちゃんもうめっちゃチョコラビの俺ら捧げてきたじゃないですか。もうなんか、はい、ねえ、撮影もそうですよ。普段行かないとこ行ったりとか、あのやらないことやったりとか、いろんなことをして、うん、まあ、やっていく中で、まあ、まあ、チョコラビに人生捧げてきたからこそ、個人に使えてない時間があったと思うんだよね、おのおの。で今までできなかったことだったりとか、まあ、縛られてることとかもあったと思うし、そのチョコラビに捧げてきた分、うん、まあ、そういうのを含めて、まあ、今までできなかったことを挑戦できる時間を、まあ、設けるのはどうだろうっていう話し合いもあったんですよ。うん、はい、そうで、これはなんかちゃんと足止めて、考える時間だったり休憩する時間も必要で、で言っちゃえば走り続けてる時とちょっと休んでる時で考え方が多分変わったりする時とか全然あると思うんですよね、人の中には。そう、こういう取り組み方があるなとか、こういうやり方があるなとか、それぞれあると思うんですよ。だから、まあ、そういう話し合いで一旦休憩しないかっていう、はい、で話し合いになりました。まあ、それがこの無期限活動休止のお話ですね。はい、で、はい、まあ、この休止がきっかけでね、ね、6人で、いや、ちょっと復活ライブやっちゃおうよみたいなのもあるかもしれないし、まあ、新しい人生を歩みたいっていうメンバーも現れるかもしれないんだよね。だから、うん、これがさっき言ったそのじゃあ何月何日必ず復活しますっていうのは断定できないのがこれが理由なんですよ。その、うんうんうん、言っちゃえば個人で来年がどうなるかなんて予想できないじゃん、みんなの人生、このメンバーの人生もそうだし、そうと、うん、いうことに、うん、まあ、無期限活動休止って形を取らせていただきました。はい、だからこの日まで休止するじゃなくても無期限っていう意味ですね、それがね。うん、はい。でこれ勘違いしないでほしいのが、まあ、メンバーそれぞれ活動者として引退するってわけでもなくて、うん、あの、うん、不仲でかからないとかもないです。でマジで仲いいです本当に。でなんならあの個人で飯行くとかも全然あるし、うん、沖縄なんて旅行楽しいんだしね。うん、ああ女だって俺2日酔いで倒れたけど俺また次の日酒飲んでたからね俺は。うん、週5でスポッチャ行く約束してるもんね。週5でスポッチャ行く、週5スポッチャちょっとやっぱ違うな、うん、ちょっとあの個人の活動頑張ろうや。個人の活動含めてスポッチャ行くのよ。仲深め、はい、あ、だから不仲でもないし、なんかこうそういうわけでもないです皆さん。はい、だ活動が止まるとかそういうわけでもないです。うん、うん、だからそこはちょっと勘違いしないでほしいなっていうのは分かってほしいですね。はい、はい、ね、うん、もちろんね、この発表を聞いて今知ってます、いろんな活動者の方が反応してくれてたの、なんか、うん、いましたね、いろんな人が反応してくれてたんですけど、うん、まあ、いろんな、まあ、そういう活動者の方とかにもねお伝えしたいんですけど、もう企画とか誘ってくれれば参加します、全然します、はい、ご飯誘ってもらえれば全然集まります。でなんなら僕らだけでも定期的に集まって飯行くし、活動休止中だから、じゃあ、カニちゃんとサクラがコラボしないとかもない。で俺とカニちゃんが絡まねえとかない。フェニーとかカニちゃんが絡まないもないし、ユペとか、いや、まあ、わかんないけど、そこは。ごめんなさい、カニちゃんはごめんなさい。さっきから俺と誰かなんだけど、さっきから。あれだよね。なんかチョコラビ結成前に一回戻るみたいな、その楽しい、楽しいで活動してた、あ、そう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 。今楽しくないのか。今楽しくないの。楽しくないの。あれ？あれ？違う違う。それ気抜かれるよ。それ大丈夫。そう、でもさ、でもなんか、そうね、そう今でもね、飯行くもんね、桜田君。そうそう、行くかもしれない。うん。行くかもしれない。そう、今は結構ね、もう
チョコラビに集中、仕事を伸ばそうみたいな感じの感覚があるけど、うん、っていう話ですよ。そう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 、ね、だから、まあ、そういうのも含めて全然そういうわけじゃないし、うん、全然仲いいし絡むし、だそこもちょっと勘違いしないでほしいなって、うん、だ活動休止をするのはチョコラビってグループなんですよ。だからなんか主にライブだったりとか動画投稿とかそういうのがなんか止まったりするぐらいで、別にメンバー同士の絡みが止まるわけではないんで、はい、はい、そこもちょっと勘違いしないでほしいなと思います。はい、はい、他活動者の方も全然誘ってください。はい、全然お願いします。お願いします。僕ら友達少ないで有名なんでね、うん、はい、はい、本当に友達欲しいです。はい、よろしくお願いします。はい、でこれラストですね。まあ、残り4ヶ月ですね。まあ、8月終わっちゃってもう9月になるんですけど、もう3ヶ月になっちゃうかな。はい、はい、うん、もう精一杯頑張ります。そのライブだったりとか、まあ、動画投稿もそうですよ。その毎日投稿ってわけじゃないけど定期的に動画は出るし、はい、まあ、ファイナルの東京体育館、もうこれはもう是が非でも埋めたいですよね、これね、本当に埋めたいね。なおさらね、なおさら、うん、もう無理してでも来てほしいなという、うん、ちょっと、ね、ガチで。で、今固定コメントになってるからね。そうそう、応募してください。はい、で、ラストもう、うん、バーンっつって、なんか、うん、笑顔で終わりたいっすよね。そうだね。うん、もう本当にここで、なんかもう、もうマジで笑顔で終わりたいな、楽しく。そう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 。解散じゃないけど、なんか本当にみんなこれ、例えば東京体育館を埋めるための、なんかこう、何、計画的、どうせ復活するのにとかじゃなくて、本当に無期限で俺らも分かんないから、うん、もしかしたらこれが本当に最後の可能性もあるわけじゃん、この東京体育館が、うん、そうだからこそこの5年間本当に楽しかったから、なんか全員で笑顔でね、本当に楽しくチョコラビの思い出が良かったって言って俺は終わりたいと思ってるから、本当に全員来てほしいです、ここ。いや本当ですね、マジで。だから来てください、本当に。あの友達、お母さんね、じっちゃん、ぼっちゃん、ぼっちゃん、ぼっちょーちゃん、親戚が一人も、うん、あと猫、犬でも全員誘ってください、本当に。ワンちゃん、猫ちゃんも、うん、お願いします。お願いします。よろしくお願いします、本当に。はい、はい、まあ、短いね期間となるんですけど、あのチョコラビね、まあ、今年本当によろしくお願いします。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 はい、だから今前崎さん鼻声で全然声出してないですけど元気です、ちゃんと皆さん。はい、元気ですよ。はい。お前いた、お前。マジお前いた、お前。じゃない、今のお話すっごい鼻声なのね。うん。だから、なんかこう、泣いてるみたいやん。泣いてたじゃん、さっきも。泣いてたやん。泣いてたじゃん。もう、だって配信始まる前、もう嫌だよーってなんか言ってたよ。なんやねん、その、なんか、あ、衛星笑いみたいな。なんかその。失敗かけるかなと思って、あんま声出せなかったです。はい、僕全然いますよ。はい。前だけちょっとちっちゃいかも。そう、声がちょっと、マイクがね、200% してんだけど、こっち。100% にしてたらちっちゃいから200にした方がいい。え、今200にしてる。あ、すいません、声上げました。元々がちっちゃい、うん、ごめんなさい、すいません。はい、まあ、ということなんで、はい、皆さんね、はい、把握の方よろしくお願いします。うん、お願いします。お願いします。はい、まあ、あと各々のリスナーさんになんか伝えるとかかな、多分普通に、うん、まあ、ぐらいと、うん、別に公式で伝えることもこんぐらいですね、うん、本当に。はい、じゃあ皆さんおつなみの終わりましょうか、じゃあこれは。はい、はい、はい、じゃあ皆さん一旦ありがとうございました。はい、せーの、おつなみー。